美少女ワン栄冠組に高校野球全国大会2620枠目。今日からいよいよ、本番戦ですね。いよいよ基盤テストを終えて組み合わせ抽選まで研究して抽選ですね。よしこ、はい、黒金さん、倉宗二さん、須田さん、五個目さん、赤戸大門さん、シャドルさん、アラン・プロトさんにしたい。おじさん、ありがとうございます。マラソンに続いて野球枠、サンジさんにしたい。野球ワイワイ、一応前野球ちゃいけないのかな。ダーンバランダーン、和骨です。3年 B 組、ドンバチ先生さんにしたい。そして地区大会の火蓋は切られた、さあ1回戦はシード水町農業、相手は新庄大と横浜立野大高校の勝者になります。それでは行きましょう。新庄大、横浜立野大、どっちも当たってないですね。はい、森さんが1番隊でした。地区予選が始まりました。いやー、やはりね、またこのシーズンが来ましたね。森さんが1番隊でした。赤戸大門さんがです。15個目されちゃい。誰だ誰だ。れたさあ、1回戦、わー、1回戦はね、長いですからね。はい、2勝、妙見されちゃい。解説は2勝から広さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。20個目されちゃい。ただいま、4個目やっております。まあ、1回戦は白熱した試合が多いですからね。実力拮抗ですからね。実況さんに初参、今大会もはい、今大会もね、よろしくお願いしますね。こたま、電話鳴ってるな。一人で行かない。こたまちゃんは今日はちゃんとしっこしてるから、出入り自由です。ね、まあ、ただ、しっこしててもたまにね、やるときも泣きにしもあるんだけど。まあ、それはなんかね、ビニールが落ちてたとか、服が落ちてたとか、そういうハプニングがあったときだけだから。基本トイレしてたら大丈夫。なんか知らん服が落ちてるにゃ、プシャー匂いつけとこうみたいな感じでね。おめすめちゃうよ。おっと、素晴らしい戦いですね。いやー、めーね、試合が多いですね、名勝負がね。床に置いておくのが悪いんだ、何のヘリクス。どうぞ。床に置くのが悪いんだにゃ、みたいな。あんただけは信用ならんってお考えで。わらわら。人間が悪いな。何回も裏切ってますから、ね。何回も裏切ってるからね。ただ、こともはもうね、おかんの布団の上ではもう しなくなって、おかんの布団の上でずっと寝てるから、おかんの布団の上ではしてないみたいよ。32個目されちゃう。お前さんの通訳くらい信頼がないんですね。お前さんの通訳ちょっとね、一平じゃん。あれ、まあ、サスペンスならね、あれ、実は翔平さんの方がやってんだよね。サスペンスだったら、さっきが、俺はメジャーだよ、メジャーの地位も名誉もあるんだ、いっぺん俺の罪をかぶってくれみたいな感じで、しょうがない、翔平さんが辞めることになったら世界の損失だ、俺が辞めるよ、俺のせいにしてくれ、わかった、ありがとう、いっぺん、お前の家族とお前は俺が一生面倒見るからなみたいな感じで、ね、サスペンスだったらそんなね、逆転になってて、主人公がね、脚本梶原和樹みたいな展開ですぞ、解明するんでしょうけど、まあリアルは多分そのまま一平ちゃんでやばいですよ。実際はお前
前の家族にも賠償してもらうからなーなんだ。翔平、ちょっとお金貸してくれよみたいな。お、いいよ。ど、いくらいるの？あ、7億。おい!7 億なんだそれおい。ちょっともったいなかったですよね。ねえ、ほんとに。あれで、ちょっとね。今回の件調べたらブラックソックスなるワードが出てきてアゼントした。さあ、相手は横浜立ちの台ですね。今日このダンサーの試合。さあ、2回戦。消費らの5億、か俺らの5万、ねえ、そんな感じでしょうかね。合成させるか内臓移植かどっちかくらいでしか出なそう。わら。ちょうど時期が合いましたよね。いやー、私そのニュース今日初めて聞いたときね、あー多分水野に水原一平ちゃんが入閣してくるなと思って絶対来年度水原一平で入閣するんじゃないかみたいな。大谷さんが借金払ったんじゃないんですか。あれだと10万石さんにしたい。あの一平ちゃんから頼まれて、一平から翔平頼むぞって。ごめん払ってくれて。もう二度とギャンブルするんじゃないぞって言ってね。被害者は大谷さんじゃないですか。中毒だからやめられなさそう。大谷さんに肩代わりしてもらったらね。ただ肩代わり説は僕も考えました。最初なんか肩代わりって言ってたみたいですよね。まあ結婚してここからという時に大谷が変わった。そうだね、本当にね。結婚前からだったんだね。疑惑になるんですよ、野球の賭けもあるので。そう、あ、それだから後から否定したんだね、多分ね。後から否定しちゃったんだから肩代わりしたら大谷にかぶっていっちゃうからね。そりゃまずいでしょうからね。というか一平さんと前日普通に話してたから余計怖いです。最初そう言ってたけど肩代わりしたら大谷も罪になるから肩代わりなかったことになりました。まあ肩代わりとかしてたりしてたらもうその前に解雇してるよね、それ分かった時点でね。そんなに借金してたっていう時点で大谷さんがもう介護、大谷さん自身が介護するよね。そこまでニコニコ話してるとかはちょっとね、全然知らなかった説もあるんじゃないですか、大谷さん。出ないと、ねえ、その前日まで普通に話さないですよね、あんなに。7億も借金してた男とね。大王製紙の社長と一平さんと霜降り明星の粗品と賭博三兄弟月星と金田。平さんはダメだな。ラックスさんここは大谷翔平の闇で混雑し、ちょっと勘違いしちゃったんだね、多分。大谷さんといつも一緒にいるから自分が金持ちとね。俺は世界のスーパースターみたいな感じに持っちゃないの。実は、ね、大谷さんの一緒にやってた可能性もあるかも。大谷さんがあれなんだから、ね、大谷さんで人気が出てるのに自分の人気と勘違いしちゃったんだよね、多分ね。大谷は俺がいないとダメだからなみたいな感じで、ね、ポルシェも運転してるからね。もう自分の何ですか、車みたいに思っちゃったよね。俺ポルシェ持ってるしなみたいな。ちょっとお金持ちと自分がお金持ちになった気がしてたんでしょうね。試合開始まで9分かかる、わら。さあ行きましょう。今日は、昨日夢だったかね、ヤオミからね。ヤオミリヒターズマンだね。さあ、先行ミツバチ農業、相手はチャンピオン、3連覇を狙うミツバチ農業、春夏3連覇という、素晴らしい記録に挑む、相手、横浜立田大高校。ねえ、それにお金持ちの友達がいたらね、困っちゃうんだよね。一平君から、何人来年度入学するか楽しみ。肩代わりじゃないと翻訳に400万ドルなんて貸さないだろうな。どうか向こうの無茶振りワンチャンと思ったのでは。大谷さんが肩代わりしないとちょっとなんでね。はい、はい、農業牛乳さん。勝手に口座のね、 お金下ろされてる、送金されてることになるからね。パスワードとか全部
知られたことになるからね。先行は水町農業です。さあ行きましょうね。おう、一平ちゃんはあれ忘れて行きましょう。水をファイドカーン、ドンドンドン。さあ横浜立ち習い高校、三つ鉢三つ鉢ヒット打ってちょうだい、ヒット打ってちょうだい。さあ三つ鉢農業大応援団。さあいきなり竹本くんツーベース、ノーアウトランナー二塁、ノーアウトランナー二塁です。ケンセケンセクロー、よいしょ、ケンセケンセクロー。さあリーダーくんの間、あ、分割できるらしい、分割で払ったらしいですね、なんかね。ケンセケンセクロー、ノーツー。まあ、いきなり横浜立ち上がりはね。さあこれはタッチアップか、アウト、タッチアップ、1点先制、宇野くんのタッチアップで、犠牲フライで1点先制、ケンセケンセクロー。早くも三つ鉢の、まあね、立ち上がりとしては絶対に先制点与えたくなかったんですけど、与えてしまいましたね。おいこらおいこら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 と優しく言った、ラズ監督、いや優しいですよね、非常にね。普通の監督なら怒鳴り上げますけどもね、どうかとしませんよね。さあ5番銀河デカ君は、ここはダブルベイ、なんとか大量失点は避けました。もういきなり大量失点しそうな雰囲気がありましたけれども、ここはよくね、横浜立ち上げのピッチャー抑えましたよね。はい、さあ横浜立ち上げ高校、今日の三橋農業先発八神君です。この八神君、練習試合防御率0点です。普通の監督なら旋風破壊してますよね。パパ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 トライ、トライ、ツー、当てた、ファーストゴロ、三振、凡退。まあヒット打つのもね、厳しい感じかもしれませんけどね、立浪高校ね。はい、王者ミツバチ農業3連覇を狙います。6番岡田君、手ごろ、トモさんにしよう。7番アナログ君、トライ、三橋農業、宇野君の犠牲フライで1点で、さあアナログ黒船来週ツーベース、キュッツーキュッキロー。8番ニュー君、ニュー君ここはレフトフライ、アウト、ツーアウト。まあここでホッとしちゃいけませんよね、いつのピッチャーバッティングもいいでしょ。9番八神君、ノーツー。さあやはり八神くんが打った、やはりね、八神くんね、ちょっとねほっとしたとこあったんですかね、八神くんということでね、ピッチャー八神くんのタイムリー、店のピッチャーね、バッティング練習もしますか。あー竹本くんホームラン打ってちょうだい、大会1号は竹本くん、ツーランホームラン、4対0。リヒダーくんツーベース、いやーこれもね、ワンクッション置いてあげた方がいいですよね。はい、このみんながね、マウンドに、あ、みんな足が震えてるんですかね、ミツバチ農業でね、ちょっとね、ガクガクしてるんですか。監督も泡吹いてるのか、監督泡吹いてますか。宇野くんフォアボール、ストレートフォアボール、4番プリプリくん、怪しいサイズ、このサインは、まあ、もうね、とにかく思い切って投げるっていうサインですよね、もうね。失うものは何。さあプリプリ君のツーベース、5点目。5番銀河鉄君、6割バッター、ノースリー、なんとノースリーからホームラン、銀河鉄君スリーラン、8対0。いやーやっぱ強いですね、横浜立てない子、まあ立てないのピッチャーもね、一生懸命投げてますけどもね、ちょっとやはりちょっとでも甘くなるとホームランきますよね。さあ盤石のミツバチ農業、
4番矢島くん、トライトライアウト、三振、3つ目の三振、トライ5番室井くん、トライアウト、三振、連続三振、6番亀岡くん、ファールボール、三振、5つ三振5つ、7番アナログ君、ノースリー、ノースリーから打ってきた。まあただ水橋農業もね、あの次の戦いもありますからね、あまり大振りになったりね、ブンブン振り回したりしてバッティング崩すようなことがあってはいけませんからね、はい、大量得点の次の試合はね、はい、アウト、要注意ですよ。さあ3回裏、7番前田くん、ドライ、まあ今ね、三つのね、ゼロに抑えましたから、これ自信になったんじゃないですかね、立ち上がりの高校のピッチャーね、一生の思い出ですよね、これはね、トライアウト、三振、トライトライアウト、三振、7つの三振を奪いました、前半だけで。さあ、あと2点取れば、10点、10対0、5回コールドの点差になります。ノーツー、ノースリー、ノースリーから打った、アウト、ノースリーから今ボール球でしたけどもね、アウト、石田君ピッチャーから、3番宇野君、宇野くんツーベース、2番プリプリくん、トライ、プリプリ、プリプリくんのタイムリー、9点目、銀河デカ君ここは打ち上げた、しかしプリプリ君のタイムリーで1点追加、9対0です。4回裏水町農業じゃない、横浜打線の大高校、1番沼倉君から、探求単身単単身単身リポーター所からです、1番北山君、ゴールドゲームかし、まあコールドは間違いないでしょうね、ね、3番笹山君、アウト、単球単身単単身、これで2桁奪三振、6番尾形君、わあストップ打法炸裂、ストップ学校障害甲子園だけですね。7番アナログ君、中央予選はありません、アウト、圧倒的すぎるじゃないか、三つ野は、8番ニュー君まだヒットがありません、ここでピッチャー5台、まあねえにゃ、とにかく初戦でとにかくなんだ打っときたいですよね、まあ春の甲子園も経験しているとはいえ、やはりね、夏の予選の、さあニュー君も安打で、これで先発全員タイムリー、先発全員タイムリーで先発全員安打、10点目、矢上君センターフライ、けずり、けずりろ、トライ、竹本君打ち上げてフライ、しかしあっとエラー、
エラーで11点目。いやーこれはちょっとね、エラーなしで終わりたかったですよね、カジライ5号ね。トライ、ほっとしちゃったのかもしれませんけれども、アウト。この回プリプリ君のタイムリーエラーで、2点追加、11対0です。さあこの回2点取らないといけなくなりました、横浜立成大高校。2点取らないとこの回でコールドゲーム。今の落球に横浜監督が失神しました。いやもう失神してますね。村井君、トライ、アウト、三振、単球単振単単振、セカンドゴロ、アウト。立成大高校結局一人もランナー出せずに完璧に抑えられました。まあね、打っても守ってもやはり三ツ橋農業強いですね。三ツ橋農業完勝です、11対0、勝利、初戦圧倒され、まあよかった。あのね、あの三ツ橋農業はこのシールもうちょっとね、もういきなり準々決勝あたりからでもいいと思うんですけどもね、はい。さあ今日は、プリプリかな、プリプリ2打数2安打2打点、外番のスリーランホームランもでかかったけど、まあ、竹本効果ありませんね。まあまあ、あとはまあ決めたのも竹本か、竹本のツーランホームランでまあ決まったようなもんだからね、竹本もだかな、はい。まあ、ホームラン打った銀、ホームラン打った選手は褒めとくか、よし。蜂蜜は売りますか、今日は売り場所なしよ。さあ3回戦は浅野田高校です、はい、ありがとうございました、はい失礼します。えい、お疲れちゃーん、えい、蜂蜜はあの常時販売されてますね。何ポジションは、まあ、もうどこでもいいよポジションね、いつでもいえ、エラーしなきゃどこでもいいんだ、ピッチャー以外ならね、うん、よし。よし。なんかメジャーリーメジャーリーは泥試合になってるねすごい試合になってる、ね、はい。蜂蜜を売るなんて生優しいですよね。相手校の連邦さんが蜂蜜と交換だと聞きました。蜂蜜は今高級品だからね、特に水の蜂蜜はね。子供が授業予約ずれて切れてますよ、わら。よし。よし。まあ今はね、あの見逃し配信があるからね、ビデオ予約がずれるってことはもう考えられないね、うん、うん、ビデオで見る子供いないんじゃないの今、スマホで、スマホで見てるんじゃないの今の子供はね、みんな三つ野の試合が。みんな歩きながらね、歩きながら何見てんだろうっていつも思うんだけど歩きながらとか自転車乗ったりで持病が、お、なんだおい、時間便器っていうことはなんだろうな、なんだなんだ、うん、よし、 OK、 そう、今もう普通にかお、みんなレコーダーずらしてくれませんかね、うちのあのちゃんとなんかあっても、なんかあっても、ずらしてその番組さえ予約しとけばね。Gコード予約もしてたのに。Gコードでもか、今もう、いやもう番組表から番組録画しとけばもうずれても普通に録画されますね。テレビのストブ。毎週何？アセットはね、あれケーブルテレビはね、その予約はめんどくさいんですよね。予約ずれ、あれだよね。番組表からやったらいいと思いますよ。時間指定だったらね、ずれちゃうけどね。まあ、今のレコーダーだったら、まあ、もうね、いいんじゃないでしょうかね。
まあ今野球の延長もないですけどね。うん、そんなにね。よし。昔は何にもないわね。野球の延長があるともう大変なことになってましたけど。ルパンのパート3とか、ルパンのパート3とかはもう何ですか、しょっちゅう野球で巨人戦でね、土曜日だから、土曜日のナイターだからしょっちゅう中止になってましたもんね。有料地で使うとしたら仮想研の再放送録画するか自分で撮るかくらいですけどね。ぜひ撮るんですか。私も、もうログ、もうレコーダー外しますね、もう今。ザ・ゾーンに加入したら恐怖新聞みたいにテレビを切ってても特定の時間になれば大音響で野球の放送が始まると聞きました。ケーブルテレビだからね、レコーダーに、あのケーブルテレビのレコーダーに、レコーダーからケーブルテレビのセットドブボックス行かないといけないからね、本当に。まあ撮る番組もないんでね、うん、今だったらそうなんですよね、デーゲームですからね。昔はもうほとんどほぼないですよね。デーゲームはまあパリーグのモテすぎて困ってる。それはモテるだろう、あれだけ打ったらね。よし、ダブルで予約しないと気をつけろ。よし、そうなんですよ。でそのレコ録画してる時はね、今の私のところのシングルチューナーなんで、他の BS とか CS 見られないんですよね、先生と。地デジはテレビ あのリモコンで テレビチャンネル変えればいいんだけど。うちも同じです。あ、そういう仕組みですか、やっぱりね。はい、ブリブリマンもナイスバッティング。私一人ならネットフリとかでことになりますけどね。あとここの配信ログ見るだけで作業時間終わります。よし、野球中継も原則延長なしになりましたね。ストップの収束に見えてややてんこつ。ナイスピッチング。同時いけますね。よし、オッケー。地デジと BS はね、まあ、いろいろ予約してなかったらいいんだけど、予約してたらダメなんでね。 BS はもうその予約してるチャンネル見るしかないんで、ケーブルテレビの場合 BS と CS は。竹本くんはモテすぎてもっともっと竹本って黄色い声援が聞こえそうですね。よし、よいしょ。黄色い声援が、まああまりね、その声援で天狗になっちゃダメだぞ。まだ1回戦だからな。1回戦打てるのは当たり前だ。これから先まだ見るよね、強豪が。もううちはもうみんなからね、打倒水野でマークされてるからね、しっかりとそのマークをね、マークされても勝つよりね、明日も頑張ろう。はい、というわけでご視聴ありがとうございました。 PC2 番笑顔の君に、高校野球全国大会は毎日やってます。明日は3回戦。はい、おつです。はい、おつでした。はい、おでした。おつおつでした。おつつ。はい、おつです。おつでした。はい、おでした。おつでした。はい、おでした。おつでした。はい、おでした。おつつ。はい、おつつです。